オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当はシリル先生です。シリル先生はフランス語と日本語で話してくださいます。シリル先生が話すフランス語原文はアンサンブルのホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。 Bonjour à tous, c'est Cyril. Comment allez-vous? Et comment a commencé cette année? 皆さんこんにちは、シリルです。お元気ですか？1月以降順調に進んでいますか？ Pour moiça n'a pas très bien commencé. En fait, il m'est arrivé de nombreuses mésaventures depuis le début de l'année. 私はあまり良くなかったです。実は今年の初めは不幸な出来事が多々ありました。 Tout d'abord, mon ordinateur est tombé en panne. Quelle tuile! Heureusement que c'était pendant les vacances. まずパソコンが故障しました。なんて災難だ。幸いにも休暇中でした。Ensuite, la semelle de mes chaussures s'est décollée pendant que je faisais une randonnée. J'étais très ennuyé. Heureusement que j'en avais une autre paire dans mon sac à dos. そしてハイキング中に靴底が取れてしまいました。とても困りました。幸いにも、もう一足バックパックに入れていたので助かりました。Et enfin, j'ai oublié mon portefeuille dans le métro. J'étais paniqué. Heureusement, quelqu'un l'a trouvé et l'a gentiment rapporté au bureau des objets trouvés. Ouf! 最後に、地下鉄の中で財布を落としてしまいました。パニックでした。幸いにも誰かが拾って親切に遺失物取扱所に持っていてくれました。ほ。J'ai eu beaucoup de malchance en ce début d'année. J'espère que ça ne va pas continuer. Alors, j'ai pensé que c'était l'occasion de vous présenter un mot utile. Le mot panne.今年の始まりは不幸な出来事がたくさんありました。そのまま続かないといいけど。そこで今回はある便利な単語を使った表現を紹介しようと思います。その言葉はパン、故障という意味の名詞です。お楽しみに。さて、本日のアラカフェットは二部構成でお届けします。第1部は私、シリルがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、2月からレッスンを開始されたエリス先生をご紹介します。Allez, c'est parti pour la leçon. さて、早速レッスンを始めましょう。Tout d'abord, voyons l'expression « être en panne ». まず、「être en panne」という表現を見ていきましょう。「Ma voiture est en panne」。「Ma voiture est en panne」。「Ma voiture est en panne」。私の車は故障しています。何々 est en panne
何々は交渉しているという意味です。Il existe aussi d'autres expressions amusantes avec en panne, comme 他にもアンパーヌを使う面白い表現があります。例えば、Je suis en panne d'idées. Je suis en panne d'idées. Je suis en panne d'idées. 私はアイディが浮かばない。Pouvez-vous deviner le sens de l'expression suivante? では、次の表現の意味を当ててください。J'ai eu une panne d'oreiller. Oreiller は枕という意味です。直訳すると、私は枕の交渉を持っていたですね。Un oreiller en panne? C'est bizarre.枕が交渉してるって、変ですね。C'est une expression figurée qui signifie qu'on ne s'est pas réveillé. C'est drôle, n'est-ce pas? 比喩的な表現で、朝起きられなかったという意味です。面白いですね。J'ai eu une panne d'oreiller. J'ai eu unePanne d'oreiller. J'ai eu une panne d'oreiller. 寝坊してしまいました。寝過ごして遅刻するときには、ぜひこの J'ai eu une panne d'oreiller を使ってみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言はEnsemble で配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ Ensemble en français のホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。シリル先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は2月1日よりレッスンを開始されましたエリーズ先生をご紹介します。言語学習や異文化に関心が深いエリーズ先生は自分も外国語の学習者であるという目線を常に持ち、生徒様にとってどのような説明が的確で分かりやすいかを考え、細部まで気配りが行き届いたテンポの良いレッスンが魅力です。文法も発音も理解して実践できるようになるまでしっかりと生徒様を導くので、レッスン後は確実に上達したという手応えを感じられます。フランス語の基礎を着実に身につけたい初級者の方にはもちろん、より自然で洗練された言い回しや発音の習得を目指している中級以上の方にもぜひおすすめしたい講師です。楽しくモチベーションが上がるエリーズ先生のレッスン、ぜひ一度ご受講ください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ
購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。